鑑賞時期の墓鑑賞時期は、江戸時代前期の土佐藩上司。板垣竜、犬一郎兵衛家の初代。通称は一郎兵衛。家紋は、茅野の十文字。犬の家紋土佐藩上司、犬正幸の次男として、高知城下に生まれる。母は、毛利二郎衛門の娘。1644年、土佐藩主産内忠義によって各段召し出され、新御彰制。 五人不切れ不十国を下し置かれた。1661年2月14日、五歳天皇の御与、落中の全関白二条邸から出火し、折り悪く、強風により火は、金利と戦闘御所へ燃え広がり、さらに、九条九行邸や、高塚査邸など190邸、寺院16境、民家558軒の計693棟が累承する大火が起きた。 犬一郎兵衛はこの金利炎上に伴い、土佐藩主、山内忠豊よ,より、天気後伺え御使者を仰せつけられ、3月3日、京都へ向けて出発した。京都到着後は、御所との接衝に当たった。1665年、土佐藩主、山内豊政の参勤の国を仰せつけられて、江戸へ下る。1688年8月21日病死。墓は、 高知城下の随王寺伏線院にある、ありがとうございます。